就活につながる。60代からの断捨離をスムーズに進めるコツ実践。60代を迎えるとこれからの人生をどう過ごそうと考えることが増えてきますよね。定年や子供の独立などライフスタイルが変わる中で、物に囲まれた生活を見直すチャンスでもあります。この物本当に必要と思うことはありませんか？体力が衰え始めると重いものを片付けるのが大変だったり、物が多くて生活が窮屈に感じることもあります。思い出の品は大切ですが、今の生活に必要ないものが増えているかもしれません。だからこそ60代は断捨離を始める絶好のタイミングです。断捨離は物を減らすだけでなく、心もすっきりさせてくれるんです。物を整理することでこれからの人生をより軽やかに前向きに進める準備が整います。この動画を通じて就活断捨離をスムーズに進めるコツをつかんでもらえたら嬉しいです。1. なぜ60代で断捨離が重要なのか。60代になると思った以上に物が増えていることに気づく瞬間があります。若い頃便利だと思っていたものや思い出として大切にしていたものが、使わないけれど捨てられないものとして溜まっていませんか？物が増えると探し物が増えたり、家が狭く感じたり、物に囲まれることで知らないうちにストレスが溜まることも。しかし30から50代は子育てや仕事で忙しく、断捨離の時間が取れません。70代や80代になると時間はあっても体力的に難しくなる可能性も高いですよね。その点60代は時間も体力もあるため、断捨離に最適な時期なのです。また今後の人生を考えると、家族のためにも断捨離が必要です。もし自分が亡くなった時に家族が大量のものを整理するのは大変な負担です。これどうしようと迷わせる前に、自分で整理することが家族への思いやりでもあります。60代からの断捨離は生前整理ともいえ、家族に負担をかけないための準備でもあるのです。さらに断捨離は心の整理にも役立ちます。物を整理することでこれまでの人生を振り返り、過去の出来事に折り合いをつける機会にもなります。本当に大切なものを選び、次のステップに進むための準備として60代の断捨離は非常に意義深いものなのです。 2. 断捨離の基準。断捨離を始める際に何を残し何を手放すかの基準が曖昧だとなかなか進めにくいものです。特に60代になるとこれまでの人生で集めたものが多いため、選別が難しく感じることもあるでしょう。そこで断捨離をスムーズに進めるための基準をいくつかご紹介します。 2.1 これからの人生に本当に必要なものか。60代を迎えた今、大切なのは本当に必要なものだけを残すという考え方です。若い頃は将来を見据えて取っておく選択もありましたが、60代からはよりシンプルで快適な暮らしを目指したい方も多いはずです。これからの自分にとって必要なものかどうかを冷静に判断することが断捨離のポイントです。体力や生活スタイルの変化を踏まえ、今後の生活に役立つものや心地よく過ごせるものだけを残すことで心身ともに軽やかになります。 2.2 使っているものか。本当に必要かどうかを判断する分かりやすい基準は、ここ数年使っているかです。例えばクローゼットに長い間しまいっぱなしの服や使わなくなった趣味の道具など、数年使っていないものは今後も使わない可能性が高いでしょう。さらに買ったまま使わずに放置している家電や道具も、これからの生活に必要か見極めるポイントです。今の自分が使わないものは手放す時かもしれません。 2.3 同じ役割のものが複数ないか。同じ役割を果たすものが複数ある場合、それを整理するのも基準の一つです。例えば何本もある傘や複数のエプロン、食器類など同じ用途のものが多いと使わないものが出てきます。お気に入りの一つだけを残し、あとは手放すことで家も気持ちもすっきりします。全部必要かなと問いかけながら見直してみてください。 3. 断捨離をスムーズに進めるコツ。断捨離を成功させるためには
計画的に進めることが大切です。ここからは断捨離をスムーズに進められるコツを10個ご紹介します。 3.1 断捨離後の部屋をイメージする。まずは断捨離後の部屋をイメージしてみましょう。物が減ってすっきりした空間でどんな暮らしをしたいかを思い浮かべることで断捨離のモチベーションが上がります。明確な目標ができれば迷わず断捨離を進められるでしょう。 3.2 手をつける場所を決める。いきなり家全体に手をつけるのではなく、まずは一つの場所に絞ることがポイントです。例えばキッチンの引き出しやクローゼットの一角など小さな範囲から始めると負担が少なく取り組めます。成功体験を積み重ねることで意欲も保ちやすく、次のステップもスムーズに進められます。 3.3 断捨離の計画を立てる。手をつける場所が決まったら簡単な計画を立てましょう。1日に取り組む時間や1週間で終わらせたい場所をリストアップすると迷わずに進められます。あまり細かくしすぎず無理のないペースで進めることがポイントです。 3.4 場所を決めたら全部出す。作業する場所が決まったらその範囲内のものを一度すべて出すのがコツです。例えばクローゼットならすべての服を床に広げてから仕分けを始めましょう。物の量を目にするとこんなにあったのかと気づきやすくなり、判断も簡単になります。同じようなものが複数あれば一つに絞ることもできます。 3.5 保留の箱を用意する。今すぐには決められないというもので悩みすぎると作業が止まり断捨離が進みません。そんな時は保留用の箱を用意しましょう。数ヶ月後に保留箱を見直すことで冷静に本当に必要かを判断できます。また1年間使用しなければ不要と判断するのも良い方法です。 3.6 仕分けと処分。物を仕分ける際は残すもの、手放すもの、保留するものに分けましょう。保留のものは先ほどの箱に入れ、残すものは整理整頓、手放すものはリサイクルや寄付、売却など自分に合った方法で処分します。最初に決めた断捨離の基準を意識しながら仕分けするとスムーズに進められます。 3.7 大物を捨てる。断捨離が進まないと感じた時は大きな家具や家電などの存在感のあるものを処分してみましょう。大きなものを手放すと視覚的な変化が大きく達成感も得やすいです。また大物を捨てるとスペースが空き、その後の断捨離もスムーズに進むでしょう。タンスなどの大物は年齢が上がると体力的に処分が難しくなるので早めに手放すのがおすすめです。 3.8 思い出の品は最後に断捨離する。アルバムや贈り物など思い出の詰まったものは手放しにくいですよね。だからこそこれらは断捨離の最後に取り組むのがポイントです。最初に思い出のものに手をつけると物思いにふけって作業が進まなくなることがあるので、まずは他のものを片付けてからじっくり向き合うと良いでしょう。アルバムはデジタル化したり、思い出の品は写真に残したり、大切なものだけを選んで残すことで心の整理にもつながります。 3.9 収納グッズを増やさない。物を整理するために収納グッズを買いたくなることがありますが、新たな収納アイテムを増やすと結果的に物が増えてしまうことも、今ある収納スペースを活用し必要以上に収納グッズを買わないようにしましょう。物を減らすことを第一に考えることが断捨離成功の鍵です。 3.10 床に物を置かない。せっかく断捨離しても床に物があると部屋が散らかって見えやすくなります。できるだけ床には物を置かず、棚や収納スペースに片付けるよう心がけましょう。床がすっきりするだけで部屋全体が広く感じられ、気持ちも軽やかになります。 4. 終わりに。60代の断捨離はただ物を減らすだけでなく、心の整理やこれからのシニアライフを快適に過ごすための大切な作業です。時間や体力にゆとりがあるこの時期に断捨離を通して過去と向き合い、これからの人生を軽やかに前向きに進める準備をしてみませんか？
身の回りを整えることで暮らしがシンプルになり、心もリフレッシュされます。そして家族や大切な人との時間が充実し、新しい挑戦への意欲も湧いてくるでしょう。就活としての断捨離を通じて自分らしい新たな一歩を踏み出してみましょう。もしこの動画をご覧になって少しでも楽しめた、役に立ったとお感じいただけましたら、評価やコメントをいただけると今後の動画作りの励みになりますので幸いです。最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。